皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2021年11月7日に公開された、第71回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント、渡辺明名人と、郷田真隆九段の一局をお送りするぜ。それでは対局に入る前に、プロフィールを確認しておこう。まずは渡辺名人。1984年4月23日、東京都葛飾区出身、初志和治七段門下の37歳、第79期名人で、竜王戦1組昇級、タイトル戦登場39回で29期獲得、一般棋戦優勝11回。竜王、棋王で永世称号資格を持ち、現在名人を含む3冠を保有、棋界の頂点として、忙しい日々を過ごしながら、なんとなんと9月からツイッターを開始、様々な情報を発信してくれているわ。ヤクルトスワローズが大好きで、そこかしこにヤクルトグッズやつば九郎の姿があり、今年の優勝は、その喜びのほどが伺えたな。ちなみに、うぷ主もツバメ党よ。やったぜ。願わくば20年ぶりの日本一を。さ、それは置いておいて、その棋風はとても繊細で攻撃的。一度取りかかったら、罪まで終わらないんじゃないか。そう思わせる、細く長い攻めは芸術的。今日はどういう攻めを見せるか、注目だ。それではもう一方、郷田九段。1971年3月17日、東京都杉並区出身、故、大友昇九段門下の50歳。今期竜王戦2組、順位戦 B 級1組、タイトル戦登場18回で6期獲得、一般棋戦優勝7回、どっしりと重厚で、力強いその棋風は、あらゆる方面から格調高いと称される、将棋を指すようになった方は、定期的に郷田九段の将棋を並べてほしいわね。最初はわからないかもしれないが、腕が上がるにつれ、そのまっすぐな将棋に惚れ惚れするぜ。今回は先手、どう展開を作るかも見どころよ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、郷田九段、マリサが後手、渡辺名人だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。さて、郷田九段の先手で始まった本譜。2五歩。戦型選択はどうなるんだろうか。8五歩。まずは飛車先をついて、一飛車を表明し。7六歩。続いて角道を開け、角代わりの要求よ。3二金。角代わりなら私も得意な戦法。7七角。その誘い、受けてたとう。3四歩。オッケー、それでは角代わりで同意だね。6八銀。戦型の同意が取れたところで、手を進めよう。7七角なる。同銀。まずは形を整えて隙をなくすよ。2二銀。7八金。3三銀。銀を中央に上げ、がっつり組む方針。4八銀。私も同様の駒組みで進めよう。6二銀。戦後同型でバランスを取り合うわけだ。4六歩。先手は中央に据える、腰掛け銀の意向だな。6四歩。後手も同様に腰掛け銀だね。6八玉、桂馬の跳躍に備え、王様の位置を変えていく。6三銀。後手は王様より先に、銀を動かしてきた。4七銀、自分で仕掛ける可能性も匂わせているね。7四歩。早仕掛けに注意しながら駒組みを続けよう。3六歩。この辺りは、駆け引きというやつだな。4二玉。3七桂。7三桂。2九飛車。8一飛車。ここで王様側のスペースを確保。9六歩。1四歩。1六歩。先手は両端をついてきたが、6二金。王様から遠い位置は放置してしまおう。9五歩。じゃあ、突き越して9筋を確保。突き越すことで、後手が9筋を動かすには、歩を犠牲にしなければならなくなるね。5四銀。まあ、使わなければどうということはないさ。3八金。まっすぐ4八に組まず、わざと手損する。4一玉。同じくわざと手損して、様子見だ。5六銀。
3-1玉。絶妙なバランス調整合戦ね。4-8金。ある程度睨み合いの構図になってきたので。4-4歩。そろそろ争点を作っていこう。3-8金。1調整出て渡しよ。4-1飛車。睨み合いの形は、仕掛けた方が不利になることが多い。でもここで金を素直に戻ると、飛車先に浮いた形で晒してしまう。なら、一見飛車の動きを制限してしまうことになるけど。3-9金。む、この手は見たことないぞ。確かに一見、飛車の動きを制限しているようだが、飛車が2筋に固定されるデメリットは、現在の盤面ではないわけか。そうね、後手の飛車が4筋にいる以上、飛車が直ちに移動する必要はないわ。なので、手渡しの意味も込め、ぬるっと手損を加えた感じね。ふむ、なかなか見ない盤面で判断が難しいが、手を作りながら仕掛ける意味でも、こちらからならどうだろう。6-5銀。同銀で取らせて、桂跳ねから仕掛けたいのかな。4-7銀。だが断る。なんなんだこの手渡し合戦は。5-4銀。高度な駆け引きと言ってほしいわね。4-8金。これは、争点作りも苦労するな。5-1飛車。後手が引き下がってくれたみたいなので。5-6銀。再び中段で睨み合う形。8-1飛車。3-8金。まあ、いざとなれば千日手でもいいわけだが。4-1飛車。やはり、どこかで工夫を凝らさないといけないよね。4-9飛車。4筋で火花が散り始めたので。2-2玉。少し距離を取る位置に対比だ。6-6銀。先手は攻撃圧力を強めてきたか。5-2金。ここに来て均衡が崩れてきたので。1-8香。少し強気の手を試してみよう。6-2金。ひとまずどう出るかの様子見だ。そこはね。1-9飛車。端からスズメ刺しロケットを用意よ。むむ、ずいぶん強気に出てきたものだ。だが、このまま端攻めに取りかかったとして、先手1-5歩、後手同歩、先手同香に後手1-8歩と叩き、先手同飛車とした時に、角で割り打ちを図れば、角金交換から1筋を制圧、先手の飛車が機能不全に陥り、私が刺しやすいだろう。確かに、このまま仕掛ければそうかもしれないね。それでも、8-1飛車。やりようによっては、何とでもなるはずだ。1-5歩。なんだと、計算が立つとでも言うのか。同歩。そう、わざと一歩渡した上で。4-5歩、別の切り口から戦果を広げる。だがしかし、3-5歩。桂頭を咎めることにどう対応するというのか。4-4歩、桂馬は強引にでも跳ねさせてしまう方針よ。3-6歩、だが、それだと金が助からないぞ。そう、4-5桂、金など元から助けるつもりがない。なんと、3-7歩成。どの道奪われるというのなら。1-5香、時間稼ぎの捨て駒と割り切ってしまえ。同香。しかしこの盤面だと。同飛車。飛車が1筋に固定され、助からないぞ。11香。もちろん、それも計算のうち。33桂成、大手で先着。最終目標は勝利であり、同金。飛車を守ることではない。ナムさん。14香。まさかここまで強引に押し込んでくるとは。同香。犠牲を厭わぬ攻撃、厄介なものだな。同飛車。ここで香車を使うことに意味はなさそうだ。13歩。そう、すでに飛車は捨てる気満々。34歩。よくわかっているわね。むむむ。14歩。ここでさらなる捨て駒を。11角。後手玉を押し込めてしまえば、逃げ道はなくなる。32玉。つまり、応じるわけにはいかない。55銀左。もちろん逃がすわけにはいかない。36角。先手玉を睨みながら、守りも効かせる。54銀。58飛車。79玉。54角。33歩成。さあ、ここで手番が渡ったわけだけど。同桂。寄せきれなければ逆転もある状況。やれる、やれないではなく、やるしかないでしょう。45銀。角桂どちらで取っても守りが外れる。52金。粘りの駒を増援に。なんの。54銀。一気に押し切ってみせるさ。同歩。34角。43歩。同歩なる。同金。
金が釣り上げられたスペースに。5に金。金駒を打ち込み、包囲完了よ。ぬぬ、金で角を取れば。4三銀打ちから、下段に落とされ頭金。では、何か駒を打ち込み補強したとしても。先手に2金から追い込まれ、逃げ場なし。これはもう、どうしようもないようだ。悔しいが、ハマりパターンに誘い込まれた時点で厳しいか。なんと見事で鮮やかな攻撃、一筋から先行のような駒の強襲、これはしてやられたな。負けましたー。ありがとうございました。いやー、本当に見事な手際、恐れ入ったぜ。43手目の3九金をはじめ、本譜においては、位置関係のバランスをどうつけていくか、相手がつけた技との手損に対し、どう自分も一手損をし、バランスを崩さずに安定させるか、一言で言ってしまえば地味なんだけど、とても高度な序盤の戦い。55手目には、後手玉が入場したことに対し、4筋5筋での優位性というより、その後の展開を見越し、上部から抑えることを前提とした、銀の駆け上がり。私は薄くなった8筋を狙い、飛車を展開したが、この時点で1筋の攻撃準備は整っており、速度的に難しい展開だったか。しかもその1筋の攻撃も、わざと歩を突き捨て取らせた上で、4筋から桂馬を跳ねる仕掛けを施し、金はおとりと言ってもいい覚悟で見切っているわ。飛車もこの時点で切り捨てる前提だよな。まさに、勝利のためにいかなる犠牲も厭わない、将棋の本質のような手順だったわね。筋に入られた後はもう火の車だ。郷田九段の見事な作戦勝ち、お見合いする展開の多い、角換わり合い腰掛け銀で、3九金の新手にスズメ刺し、新旧の手筋がうまく調和した、新しい時代の将棋よね。これはもう、褒めるしかない、お見事でした。さて、この結果を受け郷田九段は3回戦進出、次戦は松尾八段と対戦するわ。しかし、驚いたことに、現タイトル保有者4人のうち、豊島竜王を除いた3名が初戦敗退。NHK 杯の難しさが如実に現れているわね。早指し棋戦の難しさ、そして出場者全員がハイレベルという状況。これは今後も見応えある勝負が見られそうだ。そうね。さ、それではこの辺でお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。ヨウツベをご覧の方は、高評価、チャンネル登録を、ニコ動をご覧の方は、いいね、フォローしてくれよな。それではこの辺で、バイバイキン。